皆さんこんにちは。インターネット社公認講師の平賀です。このチャプターではギターを使ったオーディオレコーディングの方法をご紹介いたします。それでは早速行ってみましょう。ギターのシールドをオーディオインターフェースのインプットに接続します。そして入力ゲインの調節をします。この際ギターを弾いた時に音が大きくなりすぎてクリップを起こさないように注意しましょう。それではギターを録音していきます。インスペクタボタンでオーディオミキサーインスペクタを立ち上げます。このインスペクタの中身をご紹介します。レックエフェクトは掛け取りするエフェクトになります。プリエフェクトはボリュームフェーダーの前にかけるエフェクトになります。ポストエフェクトはボリュームフェーダーの後にかけるエフェクトになります。センドではセンドトラックに送るエフェクト量などオーディオ周りのことがこのインスペクタで全てできるようになっています。録音モードをオンにします。続いてモニターにエフェクト音を返したいのでレックモニターをオンにします。プリエフェクトにギターリルを立ち上げます。録音範囲を選択してメトロノームとループのボタンをオンに、プリロールを1に設定しましょう。 R ボタンで録音が開始されます。重ねて録音モードでループ録音しましたので、自動的にバーチャルトラックができ、3テイク録音されました。アクティブモードでテイクを切り替えながら確認してみましょう。チェインモードでは各テイクの中から一番良い部分を組み合わせることができます。ギターリグを使ってエフェクトのかかり具合を調整してみましょう。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。他の動画もぜひご視聴ください。